それでは力の大会のルールをご説明いたしましょう。こちらが無の会にて建設予定の部部隊です。ここから対戦相手を落とせば勝利です。とてもシンプルでしょ。相手が部部隊にぶっ倒れていたら、部部隊の外へ落としてください。またただいまの全乱試合を見ていくつか禁止事項を設定しました。一つ、術以外の武器の使用を禁止します。二つ、相手を死亡させてはいけません。三つ、武空術など空中を浮遊する技は無の会では無効です。単なる力だけでは勝てませんね。戦略も重要なポイントになりますよ。そして制限時間は100タック。地球で言えば48分ほどでしょうか。それは随分長いですね。全ての試合が終わるまでどれだけかかることやら。そんなことはありません。全ての選手全員での落とし合いですから。つまり1試合だけ。8宇宙、総勢80名でバトルロイヤル？そんな大勢で同時になんて。大丈夫ですよ、広い部部隊にしますから。全員が制限時間まで戦って残っている人数の多いチームの勝ちです。時間を残して最後の一人になってもその選手のチームの勝ちとなります。これはチームワークも大切になりますよ。悟空さんの苦手なことじゃないですか。なんてルールを。そんなことねえよ、ご飯がいるじゃねえか。ご飯がいれば大丈夫だな。ご飯頼んだぞ。え、父さんの期待に応えます。以上です。各宇宙の奮戦を期待します。